では続いてバックパックに取り付けてみたいと思います。これがね、このキャリーユアカメラオンユアバックパックと書いてますように、まあこの商品のメインの使い方ですね。このようにバックパックのベルトに取り付けるというのがこの、まあ、キットのメインなわけですけれども、まあ単体だけだとね、単体でいいじゃんとなりますが、バックパックでも使ってみたいなというところで、今回これ取り付けられるのか全然わかんないんですけど、こちらシモダのエクスプローラー V2、 こちらね、クラウドファンディングですね、購入して、使い勝手はねいいですが、ちょっとね思ったより入らないので、このあたりのね使用感レビューはねまた別途したいなと思います。ファーストインプレッションでは紹介しましたけれども、私の持ってるカメラ群だとね問題なくめちゃめちゃ使いやすいんですけれども、もう少し多く入れたいという方はね、ちょっと容量的に、あと取り出しとかね横から細身ですので若干突っかかる部分があるかなというところですね。あとね Z9 ですよ。 Z9 ぐらい大きいのが来た時にこれどうなんだろうなとかね、100、400のレンズとかね考え出すとね、ちょっと大丈夫かなって思ってはいるんですけれども、まあそれはね来た時に考えようかなと思っています。はい、ということで、装着していきます。こちらバックパックに取り付けるのはね初めてなのでね、順番にやっていきたいと思いますけれども、まずねここからホルスター外せと言ってます。もう最初に外しました。最初にここにこう装着されてたんですけど、これをこう、このレバーをこのように解除して外したらね、結構力入りましたけども、これ外せました。まずこれを外して、そしてこのようなゴムパッドとプレートがありますね。このゴムパッドがね出てこないんでね、何のなんか高さ調整用なのかもしれないですけども、このゴムパッドここにあるんですが、とりあえず説明書通りにしますと、このプレートにこのベルクロを通してですね、そして、この取り付けたいところのバックパックのとこにはめます。あ、幅がねちょうどですね、ちょうどというかちょっとギリギリですね、こんな感じですね。上を通すのか、このようにベルクロを上を通して大丈夫かな。なので本当はもう少しね細身のショルダーの方が良さそうですね。あともっと下になるとどんどん厚くなっていくので、このぐらい上になっちゃう感じですね。で通してちょっと分かりにくいんですが、これをさらに、あ、ここですね、ここに通して、ここに通して引っ張って折り返して、ここ折り返して止めるのかな。あ、そうですね、こんな感じで止めるみたいですね。はい、一旦これでやってみましょう。そしてこのプレートを取り付けるわけですけれども、GoPro もね簡単に取り付けられるようですね。このように GoPro のプレートも入ってますので、これをこう取り付けてですね、あとは GoPro のこの、はい、カチッとこのような、なんでしょうね、このアタッチメントはめることで GoPro のマウントとしても使うことができます。ただねちょっと干渉するので、ここはもう少しワンクッションねアタッチメント入れるかしないとまっすぐ向かないので、このあたりは工夫が必要ですね。このように GoPro、 これヒーロー7ですけれども、取り付けようとするとこんな感じです。胸に GoPro を取り付けたまま撮影するというところもできますので、特にアウトドアとかね登山とかいう場合は非常に便利なんじゃないでしょうか。もう少しこれね延長してあげる必要がありますね。ちょっとこのあたりは考えます。で今回のメインは、こちらですね、スパイダーのホルダーですので、ホルスターですので、これを再度はめます。結構硬いのでちょっとこう広げてですね、はい、こんな感じでカチッと、はい、これで抜けません。ここはねこうしない限り抜けませんので、はい、このように装着しましたら、次はここですね、ここの部分に引っ掛けて、ここを引っ掛けて、結構ねショルダー分厚いのでいけるかな。引っ掛けて、お、はまった、はまったけど反対側が片方はまりましたね。あー、この下田のバックパックは無理ですね、これは無理ですね。かなり厚いパッドが入ってますので、これね片方このようにはまるんですけど片方ははまりません。ちょっとこれは想定外でしたね。もうちょっと上にしてみますか。かなりこれ胸の上の方になっちゃうんですけど、ダメですこれはダメですね、ちょっと変更です。下田のバックパックにこれ分厚すぎてダメです。ですのでこのように結構パッドが入っている、ショルダーベルトのバックパックにはこれダメですね、ここの厚みが足りません。
片方入るんですけど、片方が入らなくて、無理するとねこの樹脂が曲がっちゃいそうなので、ちょっと諦めたいと思います。この下田は。では別のバックパック出してきます。ということでこちらに取り付けたいと思います。今度はピークデザインのリュックですね。競合のピークデザインのリュックにスパイダーを取り付けるということで、これだったらもう少しね薄いので大丈夫じゃないかなと思います。ここにね取り付けてみたいと思います。というかそもそもこれだとこういうとこにねキャプチャー取り付けられそうな気がしますけれどもね、スパイダーもいけるんじゃないかなと思いますが、まあ今回バックパックということで、ここですかね、ここにつけてみようかなと思います。このようにプレート取り付けまして、上引っ掛けてですね、下がカチッとはまるかな。あ、これでも熱い？嘘？あ、なんとか入りましたね。これがギリですね。こんな感じで外せます。ここをこのように押し込むと外せますね。ただこのベルクロがねそもそもいるのかな。そして結構硬いですね。これ結構硬いです。上を引っ掛けてパチッと、これでいいかな。はい、こんな感じでしっかりと装着できました。そして下のパッドはね傷つき防止だと思いますけれども、これも、まあ、裏でこのように止めておきましょう。まあ、軽くこんな感じで止めておけばいいかなと思います。つきましたね、やっとつきました。そしてこれはカメラがねずり下げてこないための保護ですので、最初はちょっと後ろにこうやってね止めておくことができます。どうでしょうか、ショルダーに取り付けができました。このバックパックだとギリギリいけますね。なのでかなりねショルダーのパッドが薄めのものじゃないとなかなか厳しい感じです。このように、そしてあとはもう使い方一緒ですね。はい、このような感じでぶら下げておけると、ショルダーの部分に。これで結構重くはなってしまいますけれども、アクセス性が非常に良い、まあ、この場合はフリーにしておいた方がいいかもしれませんね。カチッとこんな感じでぶら下げておけるというところですね。そしてただこのレンズがブラブラしないように、一応ね当たらないようにこのパッドがあるわけですけれども、そんな時のためにこの後ろからベルトがありまして、このベルトをこう回しておくと、はい、回して、はい、このようにですねどっか止めておけば、この辺りに止めておけば、はい、このようにブラブラとすることもないというところですけれども、装備としてはねかなりヘビー級になるので、どっちかというとさっきのようにドン家のカバンにつけるか、腰とかに、ね、やっぱつける方がいいのかなと思いますね。かなりこれヘビー級な左肩だけヘビー級になる気がしていまして、ちょっと背負ってみて感想をお伝えしたいと思いますけれども、はい、こんな感じで Z7II がピークデザインのバックパックに取り付けられました。どうでしょう。で、背負った感じですけどね、完全ミスってました。この位置ね、あの高すぎです。肩の鎖骨あたりに来るので、これ全然ダメですね。このあたりにつけないとダメでした。もう一回取り付け直します。だいぶ下のこのあたりにつけてみます。この辺に取り付けてみます。ちょっと素直なバックパックじゃないと難しい気がしますね。しかもまたここ分厚いのでね、これはまらないと思いますね。はまらない感じ満載ですね。どうでしょうか、はまるか。あー、全然ダメですね。はい、はまりません。いや、ダメですね。これはちょっとこの厚みに対応できません。カメラバッグのショルダーのパッドがなかなか厚いものが多いので、シモダもピークデザインのバックパックもここがね分厚すぎてはめることができませんでした。何でしょうね、本当にこういった感じの薄いドン家のショルダーの部分ぐらいじゃないとこのリュックの装着は難しそうですね。もう少しね他のバッグもトライしてみたいと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。まあ今日はねこんなもんで、ちょっとバックパックは残念ということで、はい、こちらですね。とにかくこのスタイルスパイダー素晴らしいと思います。今後ねこのセットはずっと使っていきたいと思いますので、気になった方参考にしていただけますと幸いです。結構ね高いので、それだけはねもう少し安価なもの、またねこのサードパーティーでなんか出てんのかな、この辺りの、プレートとかちょっと探してみたいと思いますけれども、人気の商品のようですね。今回スパイダーご紹介いたしました。ご視聴いただきありがとうございました。